皆さんこんにちは。八丈島でラーメン屋をしている店主の国見です。今日はこの感じで登山編ということで、八丈島の貸し立て地区にある黒砂に行ってみたいと思います。案内人るいちゃんです。こんにちは。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。じゃあ自己紹介をお願いします。はい、私は八丈島でネイチャーガイドをしています、大るいゆり子と申します。お店の名前はしーのきって言います。イエイ。国見さんは登山とかしたことありますか？登山なんかしません。過去の動画でね、あの八丈富士。そうです。あ、しましたね。そういえば1回だけ。だいたい島人は小学校の時に遠足で山に登るじゃないですか、ね、それ以外はよっぽど残念かもないと思うので。意外と島人は島のこと知らないので、うん、ガイドさんをお願いして行ってみたいと思います。今日行く黒砂っていうのはどんな場所なんですか？そうですね、10万年ぐらい前からできてるんですけど、八丈島はその中でも、古い地質の場所です、うん、だいたいそもそも今どこに立ってるか知ってます？知らない。だって貸し立てですけど。この辺ですね。よかった。待ってますね。この辺って何なんですか？どういうこと？あ、加工？合ってる？合ってる。すごい。今ね、もともと昔は多分加工だったんじゃないかっていう縁にいます。ここ。なので今これから加工からどんどん加工の外側に上がっていこうと思います。早速行きたいと思います。はい、はい、はい、行きましょう。私のツアーなかなか前に進まないんですけど、気になってるこの隣の植物。このほど知らない。何？ヤギの餌だよね。ヤギも食べると思いますけど、マグサ、八丈ススキ。そう、それだ。そう、はい、ヤギの餌。そうそう、牛のご飯、ね、ヤギとか。そう、はい、ススキって本州だとこう触って引っ張ったら毛を思いっきり切るんだけど、八丈島のはトゲがちょっと丸くなって、うん、トゲトゲしてないんです。柔らかい、柔らかいから牛ちゃんも大好き。へえ、じゃあ変化したってことですか、八丈の。そう、八丈島に来た植物たちはみんなトゲがだんだん退化して、へえ、トゲのない植物が多くなる。あ、向こうのトゲがあっても。そう、なんだこりゃ、すごいね。そういう変化が八丈島に起こる。素晴らしい。ということで、はい、いきますか。はい、気になった植物を紹介できたので、はい、素晴らしいです。お、知らなかった。ちなみにジャージー牛はこのマグサよく食べます。そうだよね、うん、間接的にジャージー牛のミルクを飲むとススキの栄養を入れられます。ということです。行ってきます。今日はすごいためになる動画ができると思いますね。みんな見てね。なんか今日登山ということで、一応こういう感じで来たんですけど、あのどんな格好が登山的にはよろしいんでしょうかね。そうですね、こういう格好はダメですね。あ、だ、そう。はい、まずそもそもスニーカー、スニーカー、そう、スニーカー、はい、スニーカーアウト。まあしょうがないんですけど、うん、なるべくどっか山とかに行くときは、はい、低山でもトレッキングシューズ、これはあのローカットのトレッキングシューズなんですけど、はい、履きましょうか。あ、そうですね。怪我しにくいです。わかりました。じゃあ次のダメをする。じゃあ、はい、デニムは絶対やめましょう。なるべく発汗性のいい登山用の、はい、発汗性のいい、はい、ストレッチのやつを。なるほど。やっぱり動きやすいです、はい、怪我しにくいです。了解です。上はこれは一応八丈のなんかもらったやつを着てきました、はい、それはまあ正解にしましょう。これは OK でした。よかった、はい、中はね2枚ぐらいちょっと、はい、着てますね。あとはあの女子的にタオル首巻くっていうのやめましょうか。可愛く言ってくれたじゃない。じゃあ赤とかにすればよかったかな。タオルの色。じゃあ若い方はどんな格好でも結構体力あって大丈夫なんですけど、はいはいはい、ある程度大人女子になったら、はい、まず見た目から入った方がいいと思います。でもね、あの値段なりの
ことがあります。はい、10点、20点ぐらいですかね、今日。3点ぐらいか。100点中。100点中。もちろん、やだ。あの、買います。はい、まあ、今日はそんなに大変なとこじゃないからね。はい、はい、こういう格好でも大丈夫。わかりました。3点ぐらい。調査球は、島の中だとどのぐらい。ここですか。なんですか。はい。八丈富士が3だったら、ここは、まあ、1.2 ぐらいかな。この葉っぱ知ってる？あ、待って。知らない。大葉グミって言うんだけど。大葉グミ。はい。葉っぱの裏がめっちゃ可愛いんです。光に当てるとピッカピカなの。はぁ、へぇ。はい、クイズ。やめてー。はい、はい、ネイチャークイズ。はい、よし。なんで裏ピカピカなんですか？待ってよ。なんかね、あの、意味がちゃんとあるんですよ。もちろん。生き物の気持ちになって考えてみましょうか。葉っぱが、あの、わかった、女子なんだ、女子。違う？葉っぱは、おしゃれ、違うな。葉っぱが何のためについてるかってことですよね。はぁ、やだ。あ、はい。太陽の光を浴びて、はい、外に漏らさないため？違うの、関係ないな。集めるため？あー、惜しい。葉っぱって、こうやって車輪状につくでしょ？はいはい。下の葉っぱにもよく当たるように。うん、あー、なるほどなるほど。結構バサバサするだから、うんうんうん、バサバサっとこう重なるように葉っぱがついてるんじゃない？ってことは、あ、みんなに分け当たるの？そうです。優しい。女優ライト、レフ版。へぇ、下の子にも自分の葉っぱの裏側で乱反射させて光をちゃんと当たるようにしてるんです。素敵。あの、国見さんって環状芝のことは知ってますか？環状芝知ってます、はい、どれが環状芝か。あ、そうか。またね、それはクイズじゃない。そういうのわかんないけど、環状芝ってあのトイレってお尻拭くやつですね。そうそう、それもいけそうなんだけど、わかんない。どれもいけそう。こ、柔らかい、これ？あ、違うか。そうそう、これで正解。お、一番柔らかかったから。もう、はい、そうそう、島の人はこれトイレットペーパー代わりに使ってるんですよね。まだその世代です。みんなガイドをするんです。もう一個ね、八丈島でしか呼ばれてない植物があって、うん、変な名前がついちゃった植物。これ知ってますか？これ。触るとツルツルして気持ちいい。はいはい。本州だと牛食わずとか言うんですよ、うんうん、八丈島では別の呼ばれ方。さっきのトイレの話で。あ、じゃあこれ、あの、でも柔らかいんだよね。うん。トイレでしょ、うん、トイレットペーパーにもならないっていうんじゃないんだよね。そんな感じでしょ、まあ、そんな感じ。そうだよね。これ、あの、うん、千人草って植物で、9月ぐらいに島は白いお花が咲くんだけど、うん、これがね、千人のヒゲみたいだから千人草って今、種ですよね。はい。これちぎって汁が皮膚のこう柔らかいところとかにつくとかぶれちゃうんですよ。うん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 、あ、拭いちゃいけないってことね。ケツ鎖って呼ばれてます。それは知らなかった。ケツ鎖は知らなかった。エコ島のおじちゃんケツ鎖って言ってます、あれ。へー。何分ぐらいで上行ける感じですかね。あの、黙って歩けば15分すれば、到着します。なるほど。レちゃんと一緒だと違うのかな。うん、2時間近くかかるかもしれない。ごめんなさい、困ることが多いです。マジで。八丈島は富士箱根伊豆国立公園で、はいはい、今歩いてるところは第三保護地域で、ここ、はい、なので植物取ったりとか何か置いて帰ったりとかはあんまりしちゃいけないところなんですね。なので今日はお家の近くから持ってきました。はいはい、さすがガイドさん。はいはいはい。これ、うん、これは笛作るやつですよね。そうなんだ。丸めてピーって昔ちっちゃい時に遊んでたり。作れる？伸ばせた。やってもいい。多分なんかこうやって、うん、まあ、ただこうやって折ってってね、うんうん、空洞になるでしょ。うん、んで、あ、出ないな。でピーってそうやって遊んだりしてましたね。もう一回吹いてみて。せーの。ピー。あ、なった。さあ、さすが。せーの。ピー。あ、なった。こうやってね、昔遊んだんです。そうなんだ。面白い。初めて知った。そうです、あの、そう、自然の子供たちはこうやって遊ぶんですよ。あ、これね。破いて、はい、こういうのと。
さっぱりしたいい香りするんだよね。うん、そうでもない？うん。ちょっと花の回の終わりで、うん、中では柑橘系の爽やかな香り。あ、そうなんですね。うん、このヤブニッケの枝が、うん、私大好きな香りなんです。ほら、まあ人によるかな。待って待って。香ばしい匂いじゃない？香ばしいっていうのか。うん。あのね、シナモンとかのお友達の。あ、そうそうそう。葉っぱの匂いじゃないっていう。そうそう、香ばしい香りする。すごいね、いい香りなんですか。これはいい香りだと思う。よかったよかった。うん、こっちは葉っぱの匂いって感じで、こっちはいい香りがします。そうですね。うん。はい、八丈島でね、すごいいい香りの木はこれです。ヤブニッケ。これが、これなんですか？あ、そうです。枯れた頃の枝がすごいね、いい香りなんです。へぇー。ヤブニッケ。ヤブニッケです。あ、でも、八丈のシナモンです。そう、でもあの、むやみにとってはいけませんってことですよね。そうです、場所によってね、大丈夫なところとダメなところがあります。なるほど。市長で出てる国立公園の保護地域の地図を見てください。そこがダメなのね。そうです。なるほど。わー、ここは絶景なんですよ。うわ海が、この海が近い。あ、小ヶ島。え、見える？見える。どこだろう。あ、見た。本当だ。くっきり、青ヶ島がくっきりです。かやさんいますかね。あ、かやさんどこにいるんだろう。あ、いた。いたいた。手振ってくれてそう。丸と丸が重なるように一つの丸の中を覗くような感じの合ってるかな。もうちょっと登ったらクジラも探してみたいと思います。はい、ここはよくクジラ出るの？ここね、そうだね、この辺多いんですけど、クロスネ砂丘ちょうどこう崖の直下に海だから、うんうん、クジラは真上から見るような感じで、遠くてもすごい近くに見える。なるほど、はいはい、地形的にいい、はい、いい感じなんですね。で、あの風がね、穏やかだと、うん、クジラのブローの音とかも聞こえちゃうの。ほう、いい場所ですね。足元がなんてこれ砂利です。なんかなんていうのこれ、砂利砂利です。砂利ではないです。これスコリアって言います。噴火口からプシュプシュプシュって吹き出して、また砂粒と言います。砂粒っていうか、はい、そう砂粒です。こんな感じ、もう島には結構ある、はい、ある。出たー。一体そのスコリアは、はい、いつここに積み上がったんでしょうか。ここに、だから噴火して噴火をしてないんだっけ。このね、エリア自体は10万年多分あったのされる。あ、海から飛ばされてきた。あ、ちょっと正解みたい。お、あのいまいちどこから飛んできたかははっきりはしてないけど、うん、もう西側のこっち側かなっていう。なるほど。が出てます。なるほど。だいたい1万年から1万6000年ぐらいの間にどっかから吹き出したスコリアがここにババって乗って今砂丘となっております。1万6000年前です。はい。すぐ立たないけど、ここまで来た分は、うん、それ以来ですね。これ来るのはね。クリアの姿、ワンショットが可愛いなと思って。怖いね。あのクロスネはみんなこういうふうに見れること多いので、来るときは大雨の次の日とかやめておいた方がいい。そうですね、昨日確か大雨ですね。ねえ、やだ。都会に暮らしてた時は空だったら全然見なかったの。そうかそうか、なので8時間暮らしてたから、
もいいってね。あの海を越え、あなたのもとへ、出会い別れ繰り返して、この身で感じた一期一会、新たな場所に、新たな人に、歌えること伝えれること、この街とあなたにありがとう。さあ一通り喋りたいことは喋った、はい、はいはいはい、もう素晴らしいです。ありがとうございます、はい、下りの歩き方はかかとから小股で、かかとからかかとから小股で、ほんと怖い怖いよ。国見さん高所恐怖症でしたね。そうなのよ、もう本当に怖いんだよ。まあ、ここは伊豆諸島で、太平洋の真ん中からこうマグマが噴き出すと、どんどん陸地になって八丈島ができたんですけど、はい、マグマが冷えてきたら、うん、最初に入ってきた人も、今そういう子たちで、楽しむわけです。はい、そうそう。人間が来る前は 3つの方法しかなかったんですけど、はい、その1個が風ですよね。風、そうそうそう、風、風、そう。そして1個が鳥、はい、そうです。あ、そう、そして海です。そうです、海流に乗って、海流に乗ってそうやって今の植物は入ってくるんだけど、はい、本州とちょっと違うのが、本州はまあこう何もない拉致に、はい、生き物が入るときって苔とか地衣類が入ってから、はい、いろんな植物がどんどん入ってくるのね、はい、でも伊豆諸島のこういう八丈島みたい な、みたいな、こういうところ、こういうところにはそういうものが入る前にもっと先に入る生き物がいて、はい、それがこの植物、はい、オオバヤシャブシっていう、ヤシャブシ、はい、この子はこういう荒れ地にいきなりこう入っても大丈夫な強い子なんですね。なので八丈島の自然の波たちは本州とちょっと違う、うん、はい、そういうのがこの島の面白いです。すごいです、ね、はい、です、すごい。人間はいろんな生き物を持ってきちゃったから自然がちょっと危うくなってます、うん、はい、なのでみんなでこの島をずっと自然豊かないい島にしたいです。守った上で楽しんでいただきたいですよね。ですよね。よろしくお願いします。アジサイも風に乗ってやってきた生き物の一つなんだけど、環状芝ね、はいはい、アジサイとか、アジサイの葉っぱが環状芝なの？そう、このこっちのアジサイね、ガクアジサイの、ガクアジサイ、もう一個ラセイタタマアジサイは違うからね。この2種類しか八丈にはない。この中にね、今お花が終わって種が入ってる、はいはい、で多分なんだけど時期になるとこれが全部パキンと折れて逆さまになってるね、うんうん、自然に、そう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 、見てくる、これ、あ、あ、あ、すごい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 、へえ、これアーモンド型の両端にちっちゃい羽つけてて、へえ、ピョンって飛んできます、うん、あ、これはもう飛ばされやすい、飛ばされやすい、でも植物そう飛ばされやすいように、はい、そうです、なってるんだよね、そう、ね、この種が入ってるこのお花だった部分
ある時期になって逆さまになって風に揺らされるとどんどん飛んでいくので、すごい、ちゃんと自分で飛んでいけるように。すごいね、頭いいですね、頭いい、ね、そうだよね。でも島の人お尻拭いて、お尻拭いちゃうね山で困ったら。そうそうそう、味噌に乗せたんだ。ツワブキの葉っぱなんだけど、ツワは、ね、葉っぱじゃなくてこの線。あ、うん、虫の歩いた跡かなんか。あ、そうそうそう、だよね、そうだよね、まあ、虫が通った跡なんだけど、実は葉っぱの表じゃないのね。え、裏でもない。どういうこと？どこを通ったんでしょうか。ここを張ったんじゃなくて？ってない。これも上は。え、なんなの、なんなの？葉っぱの中通ってるの。この葉っぱの？そうそうそう。よく見ると虫が生まれた場所がわかるんだけど。え、ここか、ここじゃないの？違うか。ブブー。どこだ？はい、虫の気持ちになりましょう。ハモグリバエかハモグリガの子供がこの中にいました。生まれた頃は。ちっちゃいよね。あ、あ、分かった。じゃあ細いところ。そうです。あ、なるほど。ここで生まれて葉っぱを食べながら育ってるから、だんだん大きくなって食べる幅が増えてで、ここでどこ行っちゃったの？この途中で。ここからどっか行っちゃったね。ここに、あ、ここに穴がある。出口があった。あったあった。裏側にちゃんと出た出口があった。なるほど。伊豆市半島の下田でやっぱり葉のを食べてる模様があったのね、うん、こういうの、うん、食べ方が違ったの。何、うん、何？多分ね、下田の子はこの硬い葉脈よけて食べてるっぽいんだよね、うん、だで大きくなったらまたいでるけど、へ、八丈の子はあんまり関係なく虫がちょっと、うん、柔らかいからかな、うん、かもしれないし、虫が違うのかもしれない。面白い、面白い、ね、他の地域と比べると面白いと思う。へぇー、温度がない、明日が入る、うん、真冬に明日が入る、新芽が、これ時間かけたら面白いんだろうな、うん、こういうの知ってる？そうそうそう、これも虫が入ってって、虫の、ちっちゃい虫のユリカゴ、赤ちゃんの虫こぶってこと？葉っぱが巣になってるってこと？葉っぱがね、うん、そう、巣になってる。虫こぶって言うんだけど。でもいない。いない。いるの？うん、それいるんだよね。へぇ。一回だけお客さんに、頼まれて、どうしても中が見たいって言われて、しょうがなく一個割ったことがあって。虫がいた？こうやってなってた。やだー、そういうこと、やだ、かわいい。あ、ごめんなさいって、こうやってまたこうやって、出して。はい、そうだね、うん、そう、私は全然端っこに行ったわ、今。いや、クロスの先は穴場ですよね。穴場ですね。クロスの穴も怖いじゃん、崩れて。だけど、富士山のそのお鉢、うん、あそこも怖いじゃん。こんなとこ、怖いよね。あそこに比べたらまだマシだよね。いや、ここも結構の難易度だと思います、うん。誰かがそこで大きな怪我しちゃうと、うん、柵が設けられたりロープ張られたりして、うんうんうん、警戒のところに変わるから、みんなで安全に登るのが、うん、でもそうだよね、あそこはだって、あそこで今、何こう、怪我とか落ちたか聞いたことないよね、うん、あんだ、あんなとこなのに、すごいだ、みんなで気をつけてるんですね。風がすごく多いのは、八丈富士の八丈富士はやめとくのか、うん、なるほど。一回だけ八丈島の、その、救助の現場を見たことがあって、うん、はいはい、山で怪我しちゃって、うん、で、そこを登山口から担架持って、うん、救急隊の人が上がっていって、で、もうその方は動けなかったから、うん、担架に乗せて、うん、もう足場が悪いところ10人以上でこう担いで、はい、12時に救助して、夕方5時ぐらい、うん、降りてきたの、はいはいはい。山の上とか、人がなかなか行かない場所には、うん、では、怪我をしないことがすごく大事だなと思った。うんうん、言い方悪いけど、本人が気をするのは、本人だけで済めばね、うん、もうあなたが悪いんだから、それで済むんですけど、うん、っていうことなんですね。どんだけたくさんの人が、その方のために動くかっていうのを考えて、無茶はしないで。ね、その時に、そういうことですね。こういう格好だったら、ああ、まあ、きちんとしてたのに怪我しちゃったねって言えるんだけど、うんうん、サンダルとかスカート履いて、はいはいはい、とんでもないところに行って、はいはい、怪我されると、はい、多分助ける人も悲しくなっちゃうので、はい、そうですね。で、
ね、やっぱ山には山の格好とか、その場所に合った格好をするっていうのはすごく大事なことかなと思います。はい、ちゃんとね、アドバイス聞いてってことですね、その地元の人に。はい、はい、今日は3点でした。はい、あれだよみたいな偉そうなこと言ってますけどね服装のこととかあんまり分かんないので、観光協会のカウンターとかに、環境省で出してる国立公園のパンフレットに山のマナーとか服装のことも書いてるし、島のパンフレットにも簡単にだけど服装のこととか書いてあるので、はい、そういうの参考にしてもらうと助かります。はい、お、あったまがあった。そう、ね、上にもあったの、ね、この時期に新芽。ね、本当にそう、美味しそう、ね。これから美味しい時期だね。怖いんだぞ。こうやってね、本当に怖いから、こうやってちゃんと、こうやって歩いて、気をつけてくださいね。今日は、貸し立ての黒砂編ということで、登ってきました。黒砂登ったのは、十何年かぶりなんですけど、楽しかったです。うわ、もう本当に、まあ、思った以上に楽しかったです。ルイさんのガイドのおかげってことで、よろしいでしょうか。ありがとうございます。はい、宣伝してもいいですか。しょうがない、どうぞ。はい、ありがとうございます。はい、今まで、まあ、ガイドをやって大体20年ぐらい経つんですけど、やっともっと島の人に島を知ってもらいたいなって思うようになって、いやちょっと前から思ってたんですけど、今月から八割探検部っていうのを、作って、島の人とか、あとうちのお店のリピーターさん限定で、島の有名な観光のところも行くんだけど、登山とかそうじゃないマニアックなところも行って、もっともっと島のいいところを知ろうよっていう部活やります。わー、それ、島の人向けみたいな感じで。そうです、なので超格安です。へえ、なのでよかったら月1回ぐらい頑張ってやろうかと思うので、ぜひ参加してください。あー、おー素晴らしい。月1回日にちを決めて、はい、そこでみんな集まってって感じなんですね。うん、そうです。おー、3点もちょっと出して100点もらうより頑張りたい。はい、八丈は楽しいところがいっぱいあります。で、いろんなとこを回って、お昼は三瀬地区のラーメンレンゲです。最高です。美味しいです。わーい、天使も素敵です。ぜひ待ってます。待ってます。また見てね。バイバイ。